Vera FM presents Some Leaves. The fallen leaves let the tree thrive.皆さんこんばんは、サムリーブスオンベラ FM ナビゲーターのケンです。皆さんどんな正月でしたか？まあ2022年プリマベラ20周年の年、まああんまり関係ないんだけど、まあ大阪で飲んだくれてたという噂を聞いたフータとか、福岡から帰ってこれない松とか、そしてもう全盛期のねキレがなかなか戻らないケンジとか、ちなみにねケンジとはね毎年助年賀状を送り合ってる仲なんです。まあ LINE で今のご時世まあ住むんだけど、まあケンジの家はやっぱ昔からまあ格式高い家だから、しっかりとちゃんとねこの元旦に年賀状が届くっていう、逆にもう俺なんてそれを届いてから出すっていう、本当申し訳ない感ですね。まあチームは、まあ、初蹴りっていうとなんかちょっとね響きがあれだけど、まあこの前新年一発目の練習があり、まあ初めて練習に参加する選手もやっぱり来てくれて、まあ切磋琢磨するしかないというか、まあまあしっかりとこの時期に作り上げて、まあもちろんね紆余曲折様々な葛藤はあるんですが、まあチーム一丸となって、2022年シーズンも戦っていければと思います。さて、この番組ではフットボールクラブプリマベーラ東京の今をお伝えし、革新的な意見や様々な挑戦など、裏話を通じてありのままの姿をお伝えする番組です。練習やその他の活動はもちろんですが、プライベートまで角度を問わず、エッジの効いた発信をしていきたいと思います。そう、今年、2022年、まあプリマベーラ2002年にできてるから、まあ本当20年という、まあ節目の年、まあ、節目だからどうこうってわけではないんだけど、キャッチフレーズが、まあね、こうインスタ、ツイッター、まあ SNS とかでいろいろとこう、若干リニューアルメディアチームの力を借りて、まあ、してるんですけど、日本語で言うなら描け未来。英語だとドローイングフューチャー。まあ未来を自分たちで、まあ、変えていこうというか作っていこうというね。まあ一つの合言葉というか、まあきっかけになってくれればと思います。まあまあまあ練習は練習でだけど、まあプライベートはプライベートでみんな仲いいので、うちのチームはなんかね、フータはねちょっと聞いた話によると、なんか場所を変えて年末年始飲んでましたねっていう、なんかそれを聞いててすごいなんか羨ましいなっていいなと思いました。やっぱいい仲間、まあ多分高校時代の、まあちなみにフータ、全国に出てる強豪校のサッカー部なんですね。の仲間らしいんだけど、なんか、北海道でその仲間でみんなで行って飲んだりとか、で今回はそれが大阪だったんだって。でまあ大阪にも、その何、高校の友達がもう仕事で行ってたりとかするから、その仲間と合流してっていう、なんかすごい羨ましいですよね。で、フータに言ったわけよ。まあ、この年になると、こう、休みが合うとか、金銭感覚が合うとか、そして価値観が合うっていう人間はもうそうそう巡り合わない。これなかなか難しい問題で、まあ、それぞれの生活をね、確立しつつあるんだろうけど、やっぱり俺としては、まあ、ノリは忘れたくないなと。そんなチームでありたいなと思います。そんなチームのメディアコンテンツ。サムリーブス、オンベラ FM。どうぞ最後までお付き合いください。The fallen leaves let the tree thrive. This program is brought to you by Warlocks. さてさて、今日もメッセージが届いております。皆さんありがとうございます。ペンネーム、ママイヤさんからいただきました。今月4歳になる娘の誕生日です。おぉ、それはおめでとうございますね。年を重ねるごとに誕生日プレゼントを悩むのですが、4歳ならではの何かおすすめのプレゼントを教えてください。4歳。
まあこれ自分が小さい頃もらったプレゼントって何かなとか思うと全然覚えてないんだよね。でそのプレゼントでどこに行ってるかもわからないけど、なんかおもちゃとか、わかんない、おままごととか、なんかそういうの、そういうのはありがちだし、例えばおじいちゃんおばあちゃんとかわかんないけど、ぬいぐるみとかも誰かからもらうような気がする。別に4歳じゃなくても5歳でもいいんじゃないのって思うし、だったらなんか小さい頃に履いてた靴って大人になるとすごいすごい可愛く見えると思うんですよ。だから4歳ならではのというか、その時に履いてる靴、履ける靴をちょっとこう、4歳だとしても、じゃあ何、スニーカーとかなんかサンダルとか何でもいいと思うの。女の子だったらなんかちょっとこう可愛らしい、まあなんだろう、なんかちょっと子供らしい靴とかあるでしょ、ちっちゃい靴とかプレゼントすると、なんかそれがまあすぐ履けなくなっちゃうんだと思う、大きくなって。でも何年かしたらなんかね、特に高校生なんてなったらすごい自分の小さい頃を思い出して可愛いなと感じる、ある意味宝物、自分がそうやって成長してきたんじゃないのかなっていう気がします。まあ参考になれば。続いてペンネーム伊達天野郎さんがいただきました。ケンさんはジャイアンツファンと公言されておりますが、巨人の誰が好きなんですか？これね、なかなかこう、まあスター選手、坂本とか岡本、丸、もちろん菅野、あの辺はもうまあ多くのファン層に任せますよ。俺としては小林誠司とか増田大輝、若林明宏とか、ちょっとこう、いぶし銀ではないけど、ちょっとくすぶってる選手、もう一皮二皮抜けてくれたらすごい大成するんじゃないかなと思ってます。まあ小林は、まあなんといってもやっぱり守備力。まああの鉄砲型には本当に感動する。あの肩ってやっぱすごいんじゃないかな。で、増田に関してはね、まあ、彼は一回野球やめてるんですよ。で、独立リーグ出身なのね。徳島インディゴソックスっていうね。まあ、途中で野球やめて飛び職やってるぐらいだし。でも、それでも最後までプロの道を諦めなかったっていう苦労人。ちなみにこの野球やめてるシリーズ、野球じゃないけどサッカー一回やめてるシリーズがあって、俺の中で。ジェフにいた佐藤久人。佐藤久人のお兄ちゃんかな、か弟かちょっとわかんない。お兄ちゃんだっけ、佐藤優斗っていう選手がいるんですよ。7番で。その選手は、一回、サーファーになろうとしてるぐらいだから、それでもやっぱり、なんだろう、サッカーがやっぱ好きで戻ってきたっていう、まあ、オシムが認めた選手なんですね。まあ、ちょっとこう、方向が脱線してしまいましたけど。で、最後、若林。まあこれはね、あの鳥海先生の大学の後輩っていう勝手に位置づけしてるんですけど、若林にはやっぱりまあ期待してると思いますね。ぜひ頑張ってほしいです。クラブ情報をお伝えしておくと、まあこの時期っていうのはね、どうしてもストーブリーグだから何か大きな変化があるわけじゃないんですけど、まあ、今年新たな試みとして、まあ自分たちがやっぱりね、フットサルとして、目標というか一つのこう壁として参入戦っていうね、3部、ちなみに2022年からオープンリーグが4部リーグに変わりますので、4部から3部っていうね、まあ昇格戦というか参入戦っていうのがあるんですね。まあその、まあうちはね、残念ながら去年出れなかったんだけど、そこはやっぱ一つのね、目指し、ターゲットとしてるので、そこに対して、まあ実際、生の参入戦を、まあ見て、肌で感じて、そして勉強しなければならないということで、まあ2月に、まあその運営をうちがやることになってますね。で、まあ1月2月3月この時期にやっぱりしっかりとたくさん練習して、たくさん練習試合で試合感積んでっていうところ、まあ自分に甘えず、そして仲間にも厳しく、これは五木とも話したんですけど、まあ五木のね、一
つの今年のテーマとしては、自己肯定感からの脱却っていう、まあ自分をね、別に月がどうこうじゃないんだけど、何でもこう、できる言い訳というよりも、もっとなんか、自分も高めなきゃいけないし、もっとできる、もっとできるってやんなきゃいけないし、やっぱり仲間たちにもやっぱり、切磋琢磨して、どん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 求めなきゃいけないなと思います。まあ、そんな中、チームの鳥から、深夜、恒例ですよね、もうこれは。深夜、1時、いや、2時ぐらいかな。まあ、正味、2時間半の長電話、どこぞの JK かっていう恒例のやつです。いろいろとこう、まあさ、なんだ、忘年会 ?12 月に行われた忘年会のプレゼント交換の、まあその後のこう、なんだろう、結局、準備できなかった人間は後からみたいな、その後のやっぱり段取りっていうところを、まあ、しっかりと詰めて、まあ、あの時ってね、まあ、すごい、いろいろとこう、ガチャガチャして、まあ、忘年会とかね、年の瀬ってやっぱそうなんだよね。でも、しっかりと、そこは、やっぱり、プレゼント交換を楽しみに準備してくれた選手もいるわけだから、もちろん急だったから準備できない選手も、それは仕方ないとしても、後でしっかりと、対応できるようにはしたっていう、まあ、そんな打ち合わせを、まあ、それだけじゃないけどね、まあ、2時間半話してて、で、次の日練習があって、で、それさ、つって、昨日のあれなんだけどさ、つって、え、なんだっけつって、俺、なんか酔っ払って全然覚えてねえわ、つって、おい、何のための打ち合わせだったんだと。まあ、これも、酒飲みあるある、鳥海あるあるです。それでも、なんとなく、チームが前に進んで、なんとなくまとまってるのが、プリンアベーラ東京、そして今年20周年っていうね。さて、ベーラ FM サムリーブスもエンディングのお時間です。最後までお付き合いいただきありがとうございます。2022年プリンアベーラ20周年年もどうぞよろしくお願いいたします。ベーラ FM サムリーブス、ナビゲーターのケンでした。またラジオの前でお会いしましょう。ドローイングフューチャー。グッドラック。